ボスの時に使えばよかった。やば。皆様こんにちは、山芋です。本日はこちらアッシュテイル風の大陸というゲームをご紹介したいと思います。このゲーム、スマホを揺らすとジャイロみたいな機能があって動くんですよね。はい、5月にリリースされて、私事前登録もしていたんですよね。っていうのも、ほのぼの系やってる方だったら必ず注目しているゲームだと思ったんですね。噂ではルーンファクトリーに似ているんじゃないかっていうので、このゲームが上がってきてたんで、おっとこれはと思ってチェックしてて、ワールドネバーランド牧場物語、あと FL をやってる方だったら、おそらくね、お気に入りというか、Twitter とかしてても、YouTube 見てても、これの CM が入ってきてたと思うんですよ。で、私、リリース日にやりました。挫折しました。はい。ですがですね、ちょっと、やっぱりね、せめて、牧場のところをやってから、ね、ちょっとちゃんと体験してから、やらないならやらないでやろうかなと、何言ってるかわからないですけども、スタートしたいと思います。はい。よくわからないまま、レベル26まで来てます。はい。ここがどこにいるかもわかりませんが、今、レベル26で結構大変だったんですよ。で、思ってるよりも、タップだけするゲームじゃなくて、なんかね、イベントもいっぱいあるし、ミッションがいっぱいあるし、で、見てください。人がいっぱいいるんですよ。で、私実況するときにいつも思うのが、他の方が映ってしまわないように考えるんですけども、最近やっぱこういうゲームがね、多くなってきて、ちょっと今回ここに映ってらっしゃる方、ごめんなさい。はい、先に謝っておきます。で、今まで私がやってきたゲーム、本当に人が映らない系のゲームを選択してきたんですけども、どうしてもちょっとね、やりたかった。あと、レベル30になったら、このファーム機能というものがね、農業、飼育、釣り、料理などがかの、これをやりたいんですよ。これをやりたい。でもちょっと今ね、レベル26で積んでいる。はい。というのも動画に撮ろうと思って、ガシャとか一切引いてなかったんですね。なので、今日はとりあえずそういうガシャとかなんかこう、やってなかったこと、あえて動画のために置いてたものを全部やってしまって、で、次の動画にレベル30にしてきます。で、ちょっとファームへの道という感じね。簡単にま説明すると、RPG 要素が強いです。自由にま遊べるんですけども、レベルを上げていかなきゃいけない。で、武器を強くしていかなきゃいけない。かなり大変そう。で、今のところもちろん無課金で私はやっておるのですが、カバン見てみましょう。普通に、クエストをクリアしていくと、レベル20の防具とか手に入れたりとか、多分まだね、レベル30までほぼチュートリアル的な感じがするんですよね。とりあえず手に入ったものをつけてるんですけども、ここはなんかパスポートがいるって書いてますよね。パスポートは、なんかお金がいるそうですね。毎日獲得。今すぐ獲得。4200円相当のものがもらえる。ちょっとわからないですけども、なんかアバターとかもあって、これはちょっと女子好きなやつですよね。しかも可愛いんですよ、キャラが全部。で、このなんかチャージって書いて、これなんて言うんだろう。石、何石って言うんだろう。ショップに行くと、シェルか。これシェルっていうのかな。なんかここにずっといたら音楽止まったんだけど大丈夫ですか？どっか行った方がいいですか？私。ガシャってありますね。カード。アバター。背中。背中が押せない。押せました。おー、すごい豪華。これがまず一回無料で弾けるっていうのと、なんかチケット的なのが、でも私20枚持ってますね、なぜか。これは持ってないけども。これは課金しないともらえないんだろうか。あとで、この下のところに、ここなんか掲示板みたいなとこがあって、なんか参加とかいろいろ出てくるんですよ。いろんな人の、なんかお誘いが出てたりとか、チャットが出てきたりとか。ちょっとコミュ障なんで、ちょっとドキドキしてしまって、押せないんですよね。ちょっとこれはちょっと引っ込み思案の方は、かなりドキドキするゲームかもしれないですけど、とりあえずね、一線越えてしまえば、楽しめると思います。なんか成果でいっぱい受け取れません。なんかちょっと受け取ってみましょうか。今私第1章なんだね。進むとかあるな。なんか拡張パックとかもゲットしてますね。本当に、動画にしようと思って何もしてないんですよね。とりあえず無料のやつから引いていきます。ではまずカードから。あ、かわいい。めっちゃクルクルしてます。リーフボア。タップしてるんだけどな。何が嫌なんだろう。ゲット、ボタン間違った。あ、びっくりした。読み込みがあったのかな？装着って書いてますね。強いのかな？あ、なんかめちゃくちゃ強そう。交換しておきましょうか。なんかわからない。靴につきましたね。なぜかわかりませんが。OK です。
では次、アバターの方ですね。一回無料を引いてみたいと思います。あ、来ましたね。めっちゃ、めっちゃ可愛い。セブンスフェザー。え、アバターって聞いたんだけど、羽もらっちゃったんですけどね。ちょっとわからなかったですね。なんか音楽も止まってしまって。何これ、対象のガチャって何？なんかあったの？制作って何？本当にわからないままやってます。はい。では、これをガシャも、背中のやつもね、引いていきたいと思います。ちょっと待って。フェザーが当たったよ。フェザーは何？ちょっと待って。ガシャの確率を見よう。ガシャの確率を見よう。ちょっと待って。あ、いつの間にか19枚になってる。なんでなんで？ 2 回引いた私。あ、どっちかが無料だったのもしかして。あ、1日ごとに無料で引けるんだ。あー、そういうのがあったんだ。ちょっと待って、交換してこよう。あ、ラインナップはこの3つだけなんだ。で、羽が当たったらどうすんの？ちょっとわかんないですね。ちょっとさっきのシェルでちょっと10連引きたいから1個交換してこよう。はい、ではアバターをもう一回引きたいと思います。このピンクのやつがいいよね。ガシャの対象選んでくださいだからこっちの方がいいのかな。まあ、引いてみます。10連ですかね。ダダーン。はい、びっくりするほどの羽でしたね。ちょっと理解ができないですけども、羽、ありがとうございます。わからないぞ。ちょっと背中行きます。はい、引きます。はい。これももしかしてですね、もしかして。これはなんか、視力が出ましたね。なんか、アイテムは出なかったけども、視力が出ました。やった！嬉しい！次までに勉強しておこうと思います。はい。では、カバンの中を確認したいと思います。で、カバンの中に、まあ、いっぱい入ってますね。よくわかんないんですけども、鍵がかかってるのもあるんですよね。なんか、交換とか書いてますね。なんかこれ、いいのかな？これ、高級そうなアイテムっぽいですよね。とりあえず、ちゃんと、説明を聞いていなかったっていうこともあるんですけど、わからないことが、まだまだ多いです。で、この宝箱とかって開けていいんじゃないかな？使用って書いてるんですよね。してみましょうかね。使用。なんだろう。あ、カードをいただきました。ありがとうございます。あ、してみよう、これ。交換。なんか強くなったっぽいですよね。今すごく強くなった感じする。まだもう一個あるんで、ちょっと開けたいと思います。使用。なんか、引き換え券と。アズリアさん。もうすぐ装着。あ、20秒間アズリアに変身できる。なんかすごそうですね。あ、これだ。すごい。なんか強そう。何役？あ、でも、今持ってるチュンチュンが強い。これも強化できんのかな？あ、なんかできる。ちょっとやってみます。あ、なんか強くなって、え、まだできるよ。これなんかアイテムもったいないのかな。あ、どんどんできるよ。どうします。え、だって全部これ持ってますもんね。全部やっちゃっていいんじゃないのこれ。あ、なんかすごくなって。あ、これ以上失敗とかがあるんだ。あ、なんかいけた。あ、え、いけてるよね。ちょっと何もわからず押して、あ、上限足した。オッケー。なんか強くなりましたね。すごいです。これがわからないんですよね。10枚集めてなんか使えるってか、使ってみましょうか。何確認。ヨーダが来た。え、何？めっちゃ強くないですか？あ、レベルアップとかあるんだ。え、なんか強いの来ましたね。びっくりした、今。でもやっぱり先にガシャをしとくべきでしたね。一気になんか強くなった感じがします。なんかさっき間違えてギルドの申請が来て押しちゃったんですけど、とりあえず抜けときました。ごめんなさい、なんかさっき入っちゃった方。すいません。ちょっと怖いんで、抜けました。強くなったのかな、これで。なんか初心者の5が終わりましたね。なんか羽が生えた。あ、今また新米なんですね。で、今日なんかいろいろガシャを引いたので、強くなったんで頑張ってレベルを上げてこようと思います。いろんなところに行けるんですよ。で、ここの、なんか押すとイベントが始まったりとかして、なんか勝手にね、なんか動いたりとかするんですよね。これ一回行ってみましょうか。ただ本当にこういう系の難しい
ゲームやったことないので、ちょっと慣れるまでが本当に大変で、ちょっと続けれるかが不明です。皆さんが一番心配してる容量なんですけども、かなり重いです。かなり重いですね、これはね。挑戦と押してみましょうか。なんかね、勝手にパーティー組んでる時もあって、怖い時あるんですよね。これ敵じゃない、これは私が連れてるお供みたいなやつかな。侵入者だとか言われてる。どれがね、攻撃が強いのかとかもあんまり分かってないまま、まあ押してるっていうね。痛いって言ってるけど大丈夫かな。基本、左側で操作して、右で攻撃。なんか召喚みたいなのが変身できるんですよね。これは攻撃か。この子になんか変身できるの、ほら。チュンチュンがね、可愛くて強いんですよね。なんで変身したのかとか、ちゃんと話聞いてなかったんでわかんないんですけども。これ可愛くて、なんかこのわかんない。なんか変なのだった。どうしよう、どうしよう、びっくりした。チュンチュンのお出まし。これなんか強そうだけど大丈夫かな。これ勝てるかな、私。なんか他の召喚も出てきてますね。え？回復じゃ、なんて。クールタイム中？うん。勝ったの？また敵がいますね。強っ。これさっきもらったやつですよね。めちゃくちゃ強いんだけど。ボスの時に使えばよかった。え、やば。ボスの前に全部使ってしまった。なんとかなるかな。ちょ、頑張っていきます。あ、でもそんなあれだな、いけるな。なんか強くなったのかな。でも結構食らってる。大丈夫。あ、いけた。え、まだいる。あ、なんかクリアしません。よくわからないままクリアしてしまいました。ありがとうございます。こんな感じでまあ進めていくんでしょうね。で、とりあえずレベル30になったら、本当に牧場物語みたいなのか、ルーンファクトリーみたいなのかっていうのをご紹介したいと思います。とりあえずそれまで待っててください。本当に人が多いんですよ。これみんなだって他の人なんでしょ？リアルタイムじゃないのかな？なんかシステムメールが、あ、羽をここで受け取れるってこと？あ、カバンに空きがない。カバンに空きがない。これじゃあいらないのを捨てていかないといけないのが、弱いやつとかこういうのとか。ギルドに入ったらみんなでなんか遊べたりとかもするようですね。とりあえずレベル30になって牧場がね、できるようになったら皆様にしっかりとお伝えしたいと思います。他のほのぼの系ゲームとどう違うのかっていうのをね、ご紹介したいなと思います。ちょっと続けれるかはわかりませんが、すごく楽しそうで好きな方はめっちゃハマると思います。では皆様ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら、バイバイ、またねー。